朝の10時過ぎ、晴れの状態ですが、まあなんつうんだろう、分かってはいたんだけども、ラインの出し入れはできないですね。ガイドがガチゴチに凍っちゃって、でこれが現在の川の状態です。これね、ここら辺はまだシャーベット状だけど、ちょっと先に行くだけで、もうなんつうんだろう、人が乗れる氷っすね。いやー、この状態で、ずーっと南まで下るか、バンクーバーあたりまで下っちゃうか、それとも、この、まあ、釣り自体はまあ狭い範囲だけど、できてはいるんで、バカ寒いけどね。で、意外とやっぱり、上からこうやって、映ればいいけど、氷自体は流れてくる。釣りに、キスピオクスみたいに釣りにならないっていうことはないんだけど、ただまあバッカ寒いっすね、バッカ寒いっすね。そこら辺がなんちゅうか、どうしたもんかなという感じです。とりあえずちょっと一日今日様子を見てみて、それからっすな。ラインも氷がついて重くなってます。これ以外のキャスティングやると、もうガイドが、打ち返し以外やっちゃうとガイドが凍っちゃうんで、というかもうまあ凍ってるんで、打ち返し以外はちょっと現実的に安定したキャスティングができない。そうなると打ち返しのみ、本当に手前10メーターとか、10メーターあるぐらいかな、の範囲をこうやってスイングさせてるだけですね。それ以上のことはちょっとできない。これが現在のフライラインですね。で、ランニングラインも空気と水を交互につけちゃ離しってやってると、こういう状態ですな。なるほど、午前中の部終了。さあ、氷撮影会ですよ、氷撮影会。すごいね。分厚さはこんな感じっすね。4センチぐらい。こんなもんで、多分俺が乗れる感じだね。で、ここは透明だから薄いのかなと思いつつ、ちゃんと分厚いっていう、こういう、なんつうのかな、氷の塊が流れてきて固まったところと、こういうふうに、なんつうのかな、周りに氷の塊とかで固められてから自分で凍ったやつは違いますな。結構力入れても、体重入れても、ここら辺結構びくともしない感じ。こういうところの方が逆に脆いのかな。そんなこともないな。いやー、バルクレーもカチコチ、
なかなか釣りは難しいな。うん。